さず下まで下がって。はい、ありがとうございます。じゃあ、こいつ。当店がゴールキーパーを含み、5人までとなっております。頑張れ。延長戦に入った場合のみ、6人目の交代が可能となっております。ヘディング期待してるぞ。今大会の決勝戦のご案内、今会場にてご宣言ください。第1試合のキックオフは16時です。試合開始まで今しばらくお待ちください。ミッドフィルダー背番号5太田成美、ミッドフィルダー背番号7星戸なる、ミッドフィルダー背番号10矢田龍之介、ミッドフィルダー背番号13小竹志音、ミッドフィルダー背番号14西原基樹、フォワード背番号11田中次元、お客様にご案内いたします。ただいまより1分間の飲水タイムを行います。お客様におかれましても熱中症対策のためこの時間を利用し水分補給などを行いまして体調管理にお気を付けください。あれでいいって思ってる。
もう一回もう一回集中。パパ。これがないと。もう一回リコモさん。Thank you.
ご覧いただきますように前半1対0後半1対4合計4対2で FC 東京 U18 があさって行われます決勝進出を決めました。清水エスパルスユースには一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟松戸貴弘会長より公益財団法人日本サッカー協会表彰状が授与されます。続きまして日本クラブユースサッカー連盟より表彰状が授与されます。松尾さん、写真。続きまして、清水エスパルスユースの選手の皆様にメダルの贈呈です。はい、いきます。カウントいきます。5、4、3。はい、いきます。お願いします。疲れてきたところでやっぱり技術の差が出てたと思うし、そこでやっぱり連続失点して自分たちがやっぱ弱い部分が出てしまったと思うので、そこはやっぱり次につなげていかないとなと思いました。ちょっと後半最後頭から相手がギアを上げてきてガーッときて、そこからなかなか我慢してない、やっぱり相手の前線にやっぱ強烈な2トップがいて、そこを自分たちがどう抑えるかというところがあります。まあ、自分たちが前半は攻撃の時間も長く作れてて、そういう意味で守備の時間が出てたというかうまくいってたんですけど、でもやっぱり相手が後半でギア上げて前から来た時に対応しきれなくて、そこはやっぱり自分たちがっていうのかなり落ち着いて試合をやってた、それは大会通じて自信が出てきたでしょうか。やっぱり大会通じて入りっていうのはすごい意識してたし、まあ、今日の試合も特にこう入りやっぱり決まるぞっていうふうにチームとして言うので、まあ、そこは自分が成長したと思うし、そこは自信が持てるので、うん、ここまで来れたら言うってことなんですか。
ぱり最初の初戦のところでやっぱ逆転できたので、そこですごい自信がついたし、そこからやっぱりチームの雰囲気もすごい良かったし、自分たちがやっぱり勝ち切る力があるっていうところで自信にもつながったし、とにかくやっぱりこの大会は本当に雰囲気が良くて、みんなも声出てたし、もうアップのところからやっぱりこう準備のところからすごい全員が集中してできてたし、試合のところでもやっぱ自信持って楽しくプレーできてたんで、そこがやっぱり一番良かったかなと思います。ただ、まあ、全部が完敗というわけなので、まあ、やっぱり、まあ、一人一人の、まあ、力というか、まあ、質というか、まあ、そこの違いはもう間違いなくありますし、蹴る止めるとか落ち着かせるとか、そこはうちはなかったかなというのと、まあ、シュート数は相手よりも上回ってるんですけど枠に行ってないというところですね。そこは一つ課題と、あとは守備ですね、まあ、シンプルにやられすぎたという感じがするので、まあ、1年生のゴールキーパー、それから1年生のセンターバックなので、まあ、使いながらも、ね、まあ、よくなってきてるし、まあ、この悔しい経験またつなげてくれればな、ね、